サンライズバッカスは日本の競争馬、主母馬。主な勝ち倉に2007年のフェブラリーステークス、2005年の武蔵野ステークス、2004年10月23日、京都競馬場での2歳新馬戦でデビューし、15着。続く3戦は芝レースを使われて未勝利に終わったが、2005年4月17日の福島競馬場でのダートの未勝利戦で初勝利を挙げる。 500万下条件特別のインディアトロフィー、1000万、下条件特別の鶴見特別を連勝して8月、小倉競馬場でのオープン特別、アソステークスを格上挑戦で制して4連勝でオープン入りした。重賞初出走となる森岡競馬場のダービーグランプリでも金引きりの2着に入り、続く武蔵野ステークスでは金引きりの追撃を封じて、重賞初制覇を遂げた。 11月のジャパンカップダートでも金引きりの5着に入って2005年シーズンを終えたが、4歳となった2006年は5戦して、武蔵野ステークス2着が最高の成績に終わる。2007年は1月の平安ステークスから始動し、名称闘魂の2着に入ると、続く、フェブラリーステークスでは2着ブルーコンコルドに一馬身2分の一差つけて、G1 初勝利を収めた。その後は、 帝王賞や JBC クラシックなどで3着の成績を積み重ね、2008年と2009年は、勝ち星を挙げられないまま2009年12月9日付で JRA の登録を抹消され、大井競馬場、村上より明9舎に移籍した。移籍後は2010年にもそうしたものの勝ち星は、愚か掲示板に入ることも、ままならず、2010年11月9日の、 大井競馬場の準々賞ムーンライトカップ10着が最後のレースとなり、それから1年余りの後の2012年1月26日付で地方競馬の登録を抹消された。抹消までの間は柳川牧場で過ごしていた。以下の内容は、ヤビスサーチ、netkeiba.com 地方競馬全国協会に基づく。2012年より、レックススタッドで、 タネボバとして供養され、2013年6月15日に、レックススタッドをタイウマやし再び穴川牧場へと戻った。その後2018年7月1日付で、用途変更となり、2019年に、引退名馬つなぎ養展事事業の女性対象場となった。タネボバとしては3シーズンの供養で、決闘登録等数15等、出走等数はそのうちの14等、 勝ち馬頭数は8頭を記録した。ありがとうございます。